い、始まりました。フルファムチャンネル。今回は絶対に食べておきたいフルーツ4月ベスト3を発表したいと思います。フルファムチャンネルでは果物で家庭に笑顔と感動をお届けるために、フルーツの美味しい楽しい情報をお届けしています。チャンネル登録がまだの人はぜひ登録お願いいたします。それでは行ってみましょう。4月おすすめフルーツの1種類目はじゃん、はい、もうイチゴですね。一番人気です。4月もやはり強いですね。包丁使わないでいいっていうのが、まあ非常に皆さんに気軽にお召し上がりいただけるフルーツじゃないかなっていうふうに考えてます。旬の時期になるとね、酸味も薄まってくるんですけども、やはり品種によっては酸味が少しあるもの、アマモなんかも実は糖度も高いんですけれども、酸度っていう酸も少しあるんですけど、その酸味もやっぱり日中4月20度超えてくる日なんかに食べると爽やかな甘さ、もうそれがね、気温が5度とかの時にこう酸っぱいイチゴを食べるとうってなるんですけれども、やっぱり食べる時の外気温、やっぱりこうあったかくなってくると、人間の口っていうのは不思議なもので、少し酸味があるぐらいの方がわあ美味しいなって感じるんで、ぜひそんな、あ、今日は寒いからちょっと酸味の少ないイチゴにしようかなとか、まあ今日あったかいなと思ったら、気温20度超えてるけどアマモなんかがやっぱ口当たりいいかなとか、松本店長に聞いてみると、松本店長、おお通やなみたいな感じで会話が楽しめると思います。で、イチゴはまあ表面に綺麗なものですね、光沢があって、まあ、色がね、先っぽと根っことか、もう全体的に色味が統一されているもの、ヘタがもう抹茶色に枯れてるものじゃなくて、やっぱ青々しいものがフレッシュなんで、ぜひそういったものを選んでください。続いて2つ目です。ドゥルルルルルダン、キウイフルーツでーす。今2月3月っていうのは和歌山県とか、香川県とか、いろいろ国産のキウイフルーツが売り場には並んでるんですけども、皆様大好き、4月になるとゼスプリゴールドキウイが入荷してまいります。でキウイっていうのは、まあ、以前も説明したこと何度かあると思うんですけども、本当に栄養価の高い、ビタミン C はレモンの3倍だかな、で食物繊維はパインの5倍、腸活、腸を整えてくれる成長作用、整える腸と書いて成長作用が非常に活発にしてくれる、もう本当に健康のためのフルーツです。美味しいキウイの選び方なんですけども、基本的に欲張って大きいものを選んでください。特にキウイフルーツっていうのはあまり個体差は重いからいいとか、もちろん軽いより重い方がいいんですけど、欲張って大きそうなやつ選ぶのが一番お得かなっていうふうに思います。なぜかというと、あんまり個体差によって糖度の変わるような果実ではないので、非常に大きそうなやつを売り場で、やっぱり同じ箱の中にも小さいものも入ってますんで、やっぱりこう弾力、キウイフルーツってこういうキウイフルーツがあったら、こことここをピュッとちょっとこんな感じでピュッて押してあげて、ちょっと沈むぐらいが食べ頃なんですよ。それもよく覚えておいてください。ちょっとこれは明日食べるからちょっと柔らかい目がいいかな、でまあこれは3日後食べるからカチカチ選ぼうっていうような感じで選んでいただくのも非常にいいかなと思います。あとキウイフルーツでお伝えしていきたいことがあるんですけど、ゴールドキウイ、皆さん大好きなゴールドキウイっていうのは、実は先ほど説明したその熟度ってあるんですけど、あれは硬くても甘いです。ゴールドキウイはもう収穫してゼスプリのキウイフルーツの会社が中を追熟させてから出荷してくるので、硬くても甘いです。これは覚えておいてください。硬い状態で食べてもらっても問題ありません。はい、おね、3つ目デコポンですね。清見とポンカンの掛け合わせ、こちらもハウスみかんとかと違って若干酸味もあります。デコポンっていうのは糖度と酸度両方を計測して、どちらかが足りてなかったらデコポンとして出荷できないので、デコポンと名乗られているものは甘さと酸味も若干あります。でもやはり4月ということで、いちご同様、その酸味が、気温が20度超えてくるとちょっと冷やして、ちょっと酸味もあって丸ごと食べれてっていう感じで、非常にフルーツファミリーではおすすめして、4月でも売り場をたくさん広く取って、お客様に今美味しいフルーツはこれですよ、フルーツファミリーの売り場って結構おすすめ、その月であったりとかシーズンでおすすめの売り場をやっぱり広く取るように意識はしてるんで、美味しくないものはもう本当にシーズンが終わりとかっていうのはもうどんどん売り場で右奥のね、デッドスペースとまでは言わないですけれども、まあ奥に追いやられていってしまいます。本日は、絶対に食べておきたい2021年4月のおすすめフルーツ3つ紹介しました。いろいろなフルーツが美味しくなってきます。桃とか梨とかも5月になってくると
ハウスでもうね、この間終わったなと思ったのにハウス栽培でも5月には店頭にも並びますし、あとやっぱり4月下旬からピークを迎えるさくらんぼ、佐藤錦のさくらんぼであったりとか、本当に夏に向けてブドウであったりメロンであったりスイカであったりってもういろいろ入荷してきて、売り場をきれいに色とりどりに彩っていきますので、ぜひとも皆様フルーツファミリーにお越しくださいませ。それでは今回の動画は以上になります。この動画がためになったとか、5月もまたおすすめフルーツ紹介してくださいとかっていう人はもう、いいねのボタンを押してくれたら、内容っていうのをいろいろと模索しながら頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。フルーツの購入、これ見てくれてる方で、いやこの花行かれへんしみたいな、食いせ行けないよ、だって私東京だもん、大阪には行けないよっていう方は、ぜひ概要のリンクからヤフーショッピング、自社サイト、メルカリ、ラクマ含めてウェブ関連での販売もきちっとお得にやってますので、ぜひそちらから購入よろしくお願いいたします。今日の合言葉はこちらです。ダダン。